なんかそんなの失敗しかしないんですか。マネージメントもそうやけど。5人組の中国人の悪いからな。本当共産主義と民主主義は考え方が真逆なのよ。共産主義は組織、自分たちの利権、民主主義は個人が自由、国民主権。結局カルト宗教もみんな同じ共産主義、組織のためだけ強要、カルトを強要。でも梅田より陰湿さは少ないな。まだマシや。でも不思議なのは、なんで詐欺師に人集まるんやろな。結局はもう、まあ、お金があるから寄っていくんかな。それが悪い社会って気づかんからな。情報戦始まりますね。Thank you.
皿売るんだ。